着色加工されたフェルトのシートフェルトの表面を拡大したところ、フェルトとは羊やラクダなどの動物の毛を圧縮してシート状にした繊維品の総称。不織布、フェルトとも表記する。化学繊維を使った製品もある。哺乳類の体毛の表面は鱗状のキューティクルで覆われている。そのため、熱や圧力、振動を加えることでキューティクルが互いに噛み合い。 絡み合って離れなくなる性質がある。この現象を縮獣あるいはフェルト化と呼ぶが、水、特に石鹸水のようなアルカリ性の水溶液を重毛に含ませると、キューティクルが開いて、互いに噛み合いやすくなり、縮獣はより促進される。この性質を利用して、重毛を広げて、石鹸水などを含ませて、圧力をかけ、揉んだり巻いて、転がしたりすることで、フェルトが作られる。 性質としては、引っ張りや摩擦に対する抵抗力は比較的弱いが、断熱、保温、クッション性に優れている点が挙げられる。用途としては、多くの産業用や工業製品、服飾製品、絨毯、カーペットなど、幅広い分野で用いられている。ピアノのハンマーのカバーも代表的なフェルト製品である。また、芸術分野では、 フェルト彫刻にも使用されている。一旦毛織物に折ったものを通常のフェルト状になるまで縮充したものを織りフェルトと呼び、これは圧縮フェルトに比べて引っ張りや摩擦に比較的抵抗力がある。古代から作られていたと考えられ、考古学的な最古の遺物はアルタイ地方のパジリク古墳群の古墳の一つから出土した紀元前5世紀紀元前4世紀のもので、 クラオイや帽子、靴下などに加工されている。北アジア、中央アジア、西アジアの遊牧民のテントは、モンゴルのゲルに代表されるように、フェルトで作られているものが多い。またテント内の敷物も、絨毯と並んで、フェルトで作ることが多い。家畜に衣食住の多くを依存する遊牧民の銃の部分を保証する技術が、まさにフェルトであると言える。フェルト製作には、 羊毛の山をよくしなる杖で念入りに叩いて、膨らませる。繊維には、荒な鱗状の結節があるので、叩くうちにも連れ合い、やがて軽いクズ面のようになる。これを50センチメートル位の厚さにして、むしろの上に広げ、入場を散布する。この敷物の両側に、男女数人ずつが向かい合って並び、両側から一本のボック用芯にして、巻いたり戻したりしながら、 むしろともども固く巻き込む。これが終わると、曲げの変作で、ぐるぐると縛り上げ、さらに両端にはしっかりと綱をかける。これを一人もしくは二人の機種が引きずりつつ、原野を走り回るのであるが、この時には、好んで元気の良いュボバが用いられる。一時間ほどすると、むしろをほどいて、女たちが、新しいフェルトの表面を毛でこすって滑らかにし、再び入場を振りかけ、 巻き込んで馬に引かせる。この作業を四五回反復した後、フェルトだけを固く巻いてそのまま乾燥させれば、風雨に耐える堅牢な製品に仕上がる。フェルトは用途に応じて、大小紅白自由に作られるが、潮爆の覆いにするものは最も厚いものを用いる。古くなるほど締まって、雨水を通さなくなると言われる。紐毛線現存する日本最古のフェルトは、小僧院所像の毛線である。 奈良時代に、白木を通じてもたらされたとされる。金世以後は、ラシャ、ラセイトなども含めて、盲線と呼ばれるようになるが、中国や朝鮮半島のみならず、ヨーロッパからも大量の盲線が輸入され、江戸時代後期には富裕層を中心とした、庶民生活にも用いられるようになった。現在でも、畳台の大きさに揃えられた赤い盲線は、非盲線と呼ばれ、 茶道の茶席や寺院の廊下などに和風カーペットとして用いられている。工業製品としては帽子や敷物、履物、干渉剤、吸音剤、断熱剤、自動車の内装剤に利用されている。フェルトは防石や食婦などの工程を省いてシート状に加工できることから低コストで生産できる製品である。AAB 工業繊維製品、岡崎信用金庫。 2019年12月15日、閲覧。ありがとうございます。